タマラ・ニコラエブナ・モスクビナは旧ソビエト連邦の女性フィギュアスケート選手で現在はフィギュアスケートコーチ兼振付師。1968年グルノーブルオリンピックペアソビエト連邦代表。1969年世界選手権ペア2位。ペア時代のパートナーはアレクセイ・ミイシン。独身時代はタマラ・ブラトゥスとして活動。1941年 旧ソビエト連邦時代のレニングラードに生まれ、第二次世界大戦後にスケートを始めた。当初は女子シングル選手として活動し、ソビエト連邦国内選手権では女子シングルのチャンピオンとなったものの、4度出場した欧州選手権ではメダルは愚か入賞することすらなかった。なお、この女子シングル時代に特徴的なスピンを実践していたが注目されることはなかった。 後にこのスピンをスイスのデニス・ビールマンが広めたため、現在はビールマンスピンと呼ばれている。1965年、コーチであったイゴール・モスク・ビンと結婚。同時にアレクセイ・ミーシンとペアを結成し、女子シングルからペアへ転校した。ペアを結成した1シーズン目の1966年ユニバーシアードで3位となる。 1967から1968年シーズンには欧州選手権で2位となったが、メダルの期待された1968年、グルノーブルオリンピックでは5位入賞に止まった。翌1968から1969年シーズン、世界選手権で2位となり、現役を引退。引退後は、ペアのコーチとして活動を始め、1984年には、 国際スケート連盟のペア祭典にも関わり、辞書も執筆した。また、ペアコーチとして多くの選手を育て上げ、2005年には世界フィギュアスケート連動入りを果たしている。主な文下生に、エレーナワロワンド、オレグワシリエフ、エレーナベチケアンドデニスペトロフ、ナタリアミシクテノクアンドアルトゥールドミトリエフ、オクサナカザコアンドアルトゥールドミトリエフ、エレーナベレズナヤアンド、アントンシハルリドゼ、 ユリア・ウェルタスセルゲイス・スラフノフ、川口優子アレクサンドルス・スミルノフらがいる。2002年、2009年、2010年。ありがとうございます。